悠仁さ卒業式に、ダンス披露で全校生徒の笑いのに。一方、のりこ様は BTS に入れる。と大絶賛。皆さん、こんにちは。チャンネルをご覧いただき、ありがとうございます。今回取り上げるニュースはこちらです。悠仁さの懸命なダンス練習。今月3月17日。 秋篠宮家の長男、悠仁さまは、お茶の水女子大学附属中学校の卒業式を迎えられました。悠仁さまは、卒業に向けて、歓送会の委員を務め、在校生へのお礼のダンスを披露されたそうです。悠仁さまは、これまでダンスは未経験だったようですが、卒業式の前には、姉の恵子様から指導も受け、 非常に熱心に練習されていたようです。悠仁さまは、仲の良い語学友もおられないので、ダンスのメンバーとの練習で振り付けを教わった後には、自宅で一人練習したり、ダンスが得意な恵子様から指導を受けられていたようです。ただ、悠仁さまは、あまり運動神経が良くないこともあり、秋っぽいところのある恵子様は、 ある程度教えた段階で、あんたはセンスがないから、かっこよく踊ろうとするのは諦めた方がいいよ、とおっしゃられ、指導も放棄されてしまったようですね。恵子様は、運動神経が非常に優れている上に、どこか天才肌のようなところがあり、どんくさく振り付けなどの覚えも良くない悠仁様に、根気よく指導することができなかったのでしょう。結局、悠仁さは、 下手くそなりに、何とか努力して、完成させたダンスを在校生に披露されたようですが、一緒にステージに上がった卒業生らと、あまり動きもあっておらず、在校生の中には、久人様の、あまりの、ドン、臭さにくすくすと笑い出してしまう、生徒も少なくなかったようです。この久人様のダンス披露のニュースに関しては、ツイッターなどの SNS でも話題となり、 どんなダンスなのか見たかったというような意見も書き込まれています。うわぁ、大きくなられたなぁ。あともう少しで、服により寄せが高くなられるのでは。てか、在校生にご披露を遊ばしたダンスってどんなダンスだったんだろう。まさかエグザイル的なやつ謎だ。友人殿下の恩礼のダンスがじわりじわりときてます。 本当に気になりますね。コサック社交ダンスタップダンスヒップホップみたいなものでしょうかいつか国民にも披露してくださるといいのですがさっき一瞬テレビで悠仁様感想会でダンス披露って文面見て寸劇気になったマスコミはシャットアウト。果たして、久人様が、 どのようなダンスを披露されたのか、非常に気になるところではありますが、残念ながら、ダンスの発表時には、マスコミはシャットアウトし、さらに、在校生にも、スマホの電源を切るように指示し、映像の録画なども、一切不可能にしていたようです。卒業式に出席される悠仁さまの姿を収めるため、 多くの報道陣がお茶の水女子中学校に集まりましたが、残念ながら、悠仁様のダンスについては、撮影の許可が下りなかったようです。恵子様の発表会や、愛子さまの文化祭でのダンスなども、動画の撮影は禁止されており、なぜか、この点は徹底していますよね。恵子様がダンスを披露されているお姿などは、 週刊誌等で報じられていますが、動画の撮影は、どうしても許可が下りないようです。悠仁さまのダンスに関しては、在校生全員に、スマートフォンの電源をオフにさせるなど、本当に徹底していました。ここまで隠されると、逆に気になってしまいますよね。のりこさまは、BTS に入れる。と大絶賛。 全校生徒の笑いものになってしまったという悠仁さまのダンスですが、どうやら、紀子様だけは大変絶賛されていたようですね。悠仁様のお世辞にも、上手とは言い難いダンスに、多くの生徒が、くすくすと笑い声を立てていたのですが、紀子様だけは、すっかり、悠仁様のダンスを気に入られたようで、友人が一番上手いわね。友人は 今から頑張れば BTS に入れるんじゃないかしらなどとおっしゃられておりました。こうしたのりこ様のお言葉は近くにいた生徒らにも聞こえていたようで悠仁さまの下手くそなダンスを見て笑いかけていた周囲の在校生らはのりこ様のこうした勘違い発言に思わず爆笑してしまったようですね。のりこ様だけが一体。 なぜ笑いが起きているのかわからず、きょとんとした様子でしたが、そうしたのりこ様の表情も、余計に笑いをきたてていたようです。のりこ様は、ご自宅へ帰られた後に、ちくつけたりでは、友人はダンス部に入部させようかしら、などとおっしゃられていたそうなのですが、それだけは本当に止めた方が良いと思いますね。ダンスはあまり得意でない悠仁さですが、中学校では、 卓球部に3年間在籍され、大会などにも出場されていたようです。作文コンクールの作文や、夏休みの工作などは、職員が手伝ったり、秋篠宮家が、コンクールの主催者に、裏から手を回して、賞を獲得させたりといったことも可能ですが、スポーツでは、どうしても、運営に手を回して入賞させるようなことは、できませんからね。 3年間、在籍されていたようですが、特に大会で優勝したり、入賞したりといったことはなかったようです。仮に、大会で優勝でもしていれば、マスコミに大々的に報道させていたでしょうね。仮に、少しでも上手であれば、10倍盛りくらいの勢いで、週刊誌などに、悠仁さまは、卓球が大変得意で、 などと報道させていたでしょうから、そうした情報が一切入ってこないということは、本当に運動は苦手なのでしょう。語学友はゼロ、運動は苦手、作文は盗作、工作は職員に手伝わせて、成績は一切非公表ということで、本当に一体何か取り柄があるのだろうかと心配になってしまいますよね。スポーツのコーチでも、 家庭教師でも、いくらでも、一流の指導者をつけられる恵まれた環境にあるのですから、ぜひとも、高校進学後は、何か才能を見つけ出し伸ばしていくことができればいいですね。ダンスは、ダメ、卓球も頑張った、けど、いまいち、猛烈に優秀アピールしていた作文はパクリという久人様ですが、まだお若いですし、温かい目で眺めていきたいですね。 皆さんは、今回、久人様が、在校生らの前で、ダンスを披露されたことについて、どう思いましたかまた、あまりにも小煩悩なり子様について、どのように感じますか久人様をめぐる、二つの重大な問題。4月から、高校に進学される秋篠宮家の長男、久人様多くの人々が、 将来天皇となる悠仁さまの健やかな成長を願っていますが、そうした中、現在、二つの大きな問題が物議を醸しています。一つは、定傾向進学制度という特殊な推薦制度を利用しての筑波大学進学についてです。お茶の水女子大学の付属校の生徒が、筑波大学の付属校に学力試験を受けずに、 進学が可能となるこの制度2017年から5年間の時限措置として設けられたこともあり悠仁さまを竹つけたりに進学させるために作られた制度なのではないかといった疑惑も浮上しましたこの問題について筑波大学は今月2月24日に記者会見を行い説明を行いましたあいみにて 同大学の永田学長は悠仁さまのために作られた制度ではないと述べましたが納得できるような説明はなされず会見は大荒れとなったようです本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございましたまた皆さんに感じたこと意見などをコメントしていっていただけたら嬉しいですもしよろしければ評価などもお願いしますでは 次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。